田中美希は熊本県熊本市出身の日本の女性プロゴルファーである。熊本県熊本市出身。8歳でゴルフを始める。熊本市立桜木東小学校6年生の時に出場した第4回九州小学生ゴルフ大会女子4年から6年の部において、勝南、な荒垣被災、大里桃子、三浦桃からを抑えて優勝を飾る。 熊本市立桜木中学校2年生の時の2012年、九州ジュニアゴルフ選手権、女子、12歳から14歳の部、では、2位の荒垣被災に7打差をつける圧勝で、優勝している。熊本国府高等学校に進学すると、ここで、大里桃子と同級生となる。大里と共に出場した2015年、全国高等学校ゴルフ選手権大会、女子団体戦で、 渋野ひな子がいた岡山県作用高等学校に及ばず準優勝となる。その翌年の全国高校ゴルフ選手権、女子団体では、薄い玲か、稲見萌音がいた日本ウェルネス高等学校に6打差をつけて優勝し、前年の雪辱を果たした。また、高校1年及び2年の時には、九州女子アマチュア選手権に連覇を達成。高校卒業後にプロ入りを目指して、 プロテストを受けるも2回続けて失敗し不合格となった。そのため2019年シーズンは単年度競技者として日本女子プロゴルフ協会に登録して試合に出場、その年の日本女子オープンゴルフ選手権競技で9位に入るなどして奮闘した。そして2019年度のプロテストでは17位で合格して念願のツアープロとなった。そして2020年度、 ジェルピーがツアーの出場権をかけた、ファイナルクオリファイングトーナメントでは17位に入りツアー、大会出場権を確保した。2020年1月1日付で、日本女子、プロゴルフ協会に入会となり、名実ともにプロゴルファーとして、第一歩を踏み出した。アースモンダミンカップでは3日目を2位に3打差の首位で、終えたものの、最終日に崩れ、プレーオフに一打及ばず3位体。 ありがとうございます。